レスナ来てる？あ、バレリアさん、惜しいです。レスナちゃんはちょうど依頼で出かけちゃったんですよ。え、そうなの？近く？それがね、ベルクシューまで行ってるんだよね。え？私ちょうどベルクシューから帰ってきたところなのに行き違っちゃったわ。やあ、バレリア。ちょうど広場にいるのを見かけたから追いかけてきてしまったよ。ロマン、言うな。レスナがベルクシューに出かけたんだって。ヨハナも一緒か？はい。あの子、ちゃんと言うこと聞いてるかな。ちょっと待って、ヨハナが一緒ってどういうこと？更生の機会を与えるためにレスナの依頼を手伝ってもらうことになったんだ。え？それ大丈夫なの？同志たっての願いだからね。心配ではあるけど。はい、年相応の側面も見られたとはいえ、ついこの間までカラスであった存在ですから。そうだ、仕事も片付いたところだし、私たちも様子を見に行ってみないか、ユナ。経過観察という意味では妥当なご判断かと。それなら私も行くわ。レスナと行き違っちゃったってがっかりしたけど、そういうことならちょうどよかったわ。分かった、同行頼んだよ、バレリア。よし、行きましょう。獣人の方はどこかに隠れてるの？まあいい、どこから出てきても私なら対処できる。まずはあいつをやる。あら、こんなところまで追ってきましたのね。しつこいお子様ですこと。うるさい、あんたは私が倒す。さもあっさりとね。あなたには無理です。点で無理。これは霧？ゼロ、出番ですわよ。ほう、見えていたか。そのくらい音でわかるわよ。不意打ちしたつもりでしょうけど、残念だったわね。ならばこれはどうだ。霧に隠れても音でわかるって。わかるかなんだ。は？何？体がしびれ。まさかこの霧。いかがだったかしら、毒の霧のお味は。こいつ、腕が立つとは言っても考えなしのおバカさんが相手ならやりようはいくらでもありますわ。しばらくじっとしていなさいな。ララ、解毒薬をよこせ。俺もきつくなってきた。ああ、そうでしたわね。はい、甘くして飲みやすくしてありますわ。甘すぎるのは好みではないがな。あら、あなたのことを一つ知ることができましたわね。
ださいな。その毒で死ぬようなことはありません。まあその縄を抜けられなければ意味はありませんが。追ってきたということはあの魔物が倒されたということだ。そのようですわね。いまいますし、あなたがなぜレスナ・シュテルネンニヒトと行動を共にしているのかは知りませんが、あの者たちを連れてくるための人質になっていただきましょう。私が人質になるか。あなたのようなか弱い子供にはその立場がお似合いでしょ。弱い私か。ご安心なさいな。おとなしくしていれば危害は加えませんわ。私はいずれ一国の王となるもの。弱者に対しても手を差し伸べるのが私の信条ですもの。ララ、必要な素材は集め終えただろう。確認だが、こんなところで遊んでいる暇はあるのか。あら、少しくらい付き合いなさいな。あの者たちは私の自信作を壊した。その責任は取っていただかないと。血の気が多いのはどちらなんだかな。何か言いますか。何でもない、好きにしろ。俺としても邪魔者を消すのには賛成だ。さて、私は今一度参るとしましょう。人質の見張りを頼みましたわよ。私は弱い。こんな私に勝ちなんか。ヨハナさん、どこですか。ヨハナさん。レスナちゃん、あそこに人影が。ヨハナさん。いや違う、あいつは。ごきげんよう皆様。どなたかをお探しかしら。ラロ、レスナちゃん下がって。騎士に守られるお姫様の役が板についてきましたわね。ナラさん、どうしてここに。ジェローさんは一緒じゃないんですか。ええ、私あなたにお話があって会いに来ましたのよ。私に。私の王国ララキングダムにとってあなたは邪魔な存在なんですの。もうこれ以上私の手を煩わさないでくださいませ。そんな勝手な。邪魔してるのはそっちじゃ。ですので最後に一度だけ本気でお相手して差し上げます。錬金術師レスナ、あなたに一対一の決闘を申し込みますわ。決闘？そんなもの受けられるわけないでしょ。あなたには聞いてませんわ。イザナ、部外者は口を慎みなさい。話が進みません。部外者なんかじゃないけど。私が勝利した暁には今後一切私たちの邪魔はしないと誓う。いかが。私は戦いたくありません。決着をつけるのなら別の方法でも。あなたたちの探し物が私の手の内にあると言っても。え、まさか彼女を人質に。あの魔物といい、随分と趣味の悪いことをするのね。そんな。ヨハナさんは無事なんですか。ええ今のところは。でもあなたの返事一つであの者は魔物の餌になるでしょうけれど。
これがあなたのやり方ですか。王として立つ者の言葉とは思いません。あなたが正々堂々一人で来ればいいだけのことですわ。それではこの先でお待ちしております。また後ほどお会いできるのを楽しみにしていますわ。あの錬金術師、私を相手にどこまでやれるのかしら。あいつが一人で来るわけないでしょ。あら、どうして。あいつの師匠、妙な技を使えるんだから。それにイザナと、あのいかつい顔の騎士だってそこそこ戦える。あいつらが手を組めばあんたらに負けるはずがない。それなのにわざわざあいつが一人で来るはずないでしょ。あの者があなたを見捨てると。あんただって分かってるでしょ。あいつらが優先すべきは私じゃない。強くもない、価値もない私を必要としてくれる人なんていない。それはどうかしら。来たようだな。ヨハナさん、よかった、無事だったんですね。すぐに助けますから、もう少しだけ待っててください。あんたどうして一人で来たの。来ないわけがないじゃないですか。だってこんな私を助けたところで何の意味があるっていうのよ。だって友達を助けに来るのは当たり前のことですから。この旅の最中、大変なこともありましたけど、ヨハナさんのいろんな一面が見られました。わがままで、自信家で、世間知らずで、それに子供っぽくて可愛いところもあって、もっと一緒にいて、もっと知りたいと思いました。だから助けに来たんです。私はこいつらに負けたのよ。弱い私に生きる価値なんてないんだから。強いか弱いかなんて関係ありません。私はあなただから助けたいんです。ヨハナさんはもう友達なんですから。私は済みましたか。ですね。しっかりと一人で来たの。褒めてあげますわ。ララさん、一対一の決闘をお受けいたします。ですからヨハナさんを解放してください。そして私が勝ったら私の話を聞いてください。ええ、もちろん。心置きなく一対一、お覚悟はよろしく。はい、参りますわよ、レスナから出陣す。英雄たんの一ページにして差し上げますわ。いざ自信作、これを使うよ。いや、いつ
つもより調子よしかも。今すべきことに精進。愛入れぬものなら、せめてもの情けですわ。大いなる国の糧にして差し上げましょう。この上なき名誉を光栄に思いなさい。いつもより調子よしかも。夢への道切り開く。発展者。いつもより調子よしかも。戦うのって天性。ちょっと調子悪し。私の力総動員。さあ追いきなさい。いつもより調子よしかも。いざ自信作。これを使うよ。えい、うん、いつもより調子よしかも。私の力総動員。ふっふっ。いつもより調子よしかも。夢への道切り開く。この勝負引き分けですね。ダラさん、お願いします。ヨハナさんを解放してください。守られるだけのお姫様だと思っていましたのに、どうやら私の見込みが甘かったようですわね。きっと私の周りにいるみんなのおかげで私も強くなれたんです。錬金術は人と人とをつなぐ力でもある。だから、ナラさん、私はあなたとの対話を諦めません。願い下げでしたよ。錬金術は己の渇望を満たすための大いなる力。あなたは目障りですの。ナラさん、なら全員で仕切り直して、ヨハナを完成。あなたにはこれをどうぞ。怪我はないか？大丈夫。ヨハナさん、無事でよかった。なんであんたがそんな顔するの？どこまでも苛立しいこと。同感だな。こんな奴らとの因縁には飽き飽きだ。向こうからこうして集まってくれたのなら。余力だ。
つの苦しそうな姿を見ると、どうしてこんなにイライラするの？心配かけちゃってごめんね。すぐ回復するから。あ、もうイライラする。そんな目で私を見ないで。あんたはじっとしてて。でも私がやるから待ってろって言ってんの。黙って見てなさい、レンナ。私はあんたなんかに負けない。私は強い、誰よりも。それにあの状態は相当な負荷がかかるので、長くは持たないわね。落ち着いて対処しなさい。私とあんたたちなら絶対に負けないんだから。ヨハナスさん。邪魔されるわけにはいかん。全員、投げ倒す。みんな、やるわよ。精一杯サポートしますね。道を塞ぐ石は取り除かねばな。気をつけてください。強そうです。ところですね。やっと私の出番ね。流れ星の導きです。耐えていこう。よし、集中し、ブートトロス。私の番。秘伝の技見せてあげます。よし、集中。花よ、開いて。ありがとうございます。順風満帆。いざ自信作。くらえ。一度盾の思いっきりいくよ。守り神よ、私たちの元へ。邪魔をするなら片付け。誰にこの体の苦しみ。お前にもこれで終わりにしてやろう。隙がということか。美しいでしょ。そうでよくご覧なさい。皆さんに癒しを。余計なお世話だけど。とっておき、お願い、力を貸して。これが私の全力です。みんなを守るため、負けられない。私の番だね、疾風のトラ。私の番です。守り神は私たちの元へ。さすが。
掴んであげる。邪魔をするなら片付け。誰だ、この体の苦しみ。お前にもこれで終わりにしてやる。受け取ってください。ありがとう。相入れぬものにはせめてもの情けですよ。大いなる国の糧にして差し上げましょう。この上なき名誉を光栄に思いなさい。絶好。どこを見ている。うまくいったね。油断したか。行きましょう。そろそろ錬金術の英知。これで仕上げ。完璧。狙い通り。手加減なしです。当たって。疲れてしまって。何、祝福の力です。余計なお世話だけど。切り刻んであげる。スロックだってやれるんです。流れ星の一撃です。ありがとう。さあ、あんたに見切れるかしら。自分の経験は信じるなよ。思いっきり行くよ。本気で。私には守りたいのだから。邪魔しないで。人の牛が必要です。花よ、開いて。ありがとうございます。スロックだってこれがブラックの監督です。逃がしませんよ。こんなので動けなくなるなんて。いつもあんたに見切れるかしら。次の行動はさっき錬金術の英知。どうぞ見よ。これで仕上げ。完璧。お遊びが過ぎましたわね。ちゃんと勝てたね。お前、なっく、私たち、あいつを倒せるよ。このまま押し込もう。待って、イザナちゃん。ナラさん、私たちはどちらも消耗しています。まだ、続けますか。どちらかが倒れるまで、望むところです。そこに落ちている本は。あ、これは私が大切にしている本で。もう少し詳しく聞かせていただいても。はい、錬金術を学び始めた頃、この本は私の気持ちに寄り添うように知識を授けてくれました。錬金術への愛に満ちた、とてもとても素晴らしい本なんです。錬金術とは、内なる己の願望、想像を具現化する技術である。それは冒頭の一節。ナラさんもこの本を読んだことがあるんですか。ええ、知っていますとも。
なぜなら他ならぬ私自身が表した本ですから。それは私が極夜の錬金刀に加わる前に表したもの。著者名は名前の文字です。そうだったんですか。ララさんほどの錬金術師ならこの本を書いたと言われても不思議じゃない。それに錬金術を通じて自分を認めてほしいって、そんな気持ちを感じる。愚かな者どもは異物を排除したがるもの。兄弟は妹の才を妬み、私はひどい扱いをし続けたのですわ。それでも私は勉学に打ち込みました。貴族の子息が受ける教育を収めて錬金術の知識も深めた。すべては私が政をするため。この才を生かすのにあれ以上ふさわしい場所はありません。ユリエ先生が言っていたこともダラさんの過去と重なる。なるほど。この本を愛してくださったあなたは私の敵ではなく理解者だったようですわね。ダラさんがアラルさんだったんですね。私、敬愛するアラルさんにいつかお会いしたいとずっと願って。レスナ、これではゆっくり話すこともできないようですわ。私たちはこれでおいとましますわね。アララさん、あの、私たち極夜の錬金刀はルイネ州の古城を拠点の一つとしていますの。そこでお待ちしていますわ。いらしていただけるようでしたらそこで完全決着をつけましょう。ちょっと待ってください。ではごきげんよう。レスナ、今のって極夜の錬金刀よね。大丈夫だった？重傷者はいないようだけど、私たちがもう少し早くついていれば。バレリア、ロマンさん、ユナさんももしかして心配して駆けつけてくれたんですか？私がいれば心配することなんてないのに。そのお前が心配なんだ。何がおかしいのよ。いえ、何でもありません。とにかく無事に乗り切れてよかったですね。変なやつ。ヨハナとちゃんとやれているのか心配になって来てみたのだけれど、まさか極夜の錬金刀と交戦しているとは思わなかったよ。はい、まさかこんなことになるなんて。ともあれ、みんなが無事でよかった。ヨハナは問題を起こさなかったかい？それは歩み寄った君にすら害をなすようであればヨハナを自由にさせておくわけにはいかないからね。最初は少し不安なこともありましたけど、今はもうすっかり大丈夫です。そうか、レスナがそう言うならそうなんだろう。少し心配が過ぎたかな。そんなことありません。心配して来てくれてありがとうございます。友達のためだもの、当然じゃない。当然、友達を助けたいと思うのは当然。
子。師匠、探していた素材はこれで最後ですね。ちゃんとこの辺りにあってよかったです。ええ、これで必要なものは全部揃ったわ。ヴァレリアたちも手伝ってくれてありがとう。おかげで手早く済んだ。ううん、いくらでも頼んでちょうだい。心強いわ。師匠、これで依頼は達成ですか？ええ、ご苦労様。あなたたちのおかげで無事に終えることができた。お役に立ててよかったです。ヨハナ、じっとレスナを見たりして何か気になることでもあるの？別に何でもない。友達って何なの？意味わかんない。さあ、依頼も達成したことだし、そろそろ戻りましょうか。はい。お待たせしました。師匠、ヨハナさん、熱いうちに召し上がってください。あら、美味しそう。いつの間にか料理の腕も上げたわね。そう言ってもらえると嬉しいです。ヨハナさんもどうぞ。いただきます。ヨハナさん、今いただきますって。何よ、文句ある？いえ、全くありません。いただきます。あ、ヨハナさん、その本読む気になってくれたんですね。私は興味ないけど、あんたがどうしても読んでほしそうだから。とてもいいことだと思うわ。本から学べることもたくさんあるでしょうから。わからないところがあったら教えますから、何でも聞いてくださいね。じゃあここなんだけど、これはなんて読むの？おお、これは、じゃあこっちは？これは少し難しいですね。この言葉の意味は、へえ、それってこう書くんだ。知らなかった。これから知っていけばいいんですよ。わからないところは私が教えますから。レスナ、成長したわね。そう、それでいいの。あなたは私が誇れる自慢の。ルドミラのお弁当はいつでも美味しいわ。ご機嫌ね、ヴァレリア。この間、自分の人生は自分で決めたいっていう話をしてくれたじゃない？うん、そんなことも話したわね。私、もともと自分で決めるのが苦手でね、誰かに言われたことをやってる方が楽だったのよ。でも、あなたに言われて考え直したの。やっぱり自分のやりたいことって大事よねって。それで？それからいろいろ考えて、はっきり分かったの。自分が本当にやりたいことは何か。そう、よかったじゃない。それは何か聞いてもいい？私はレスナー。友達のことを助けたい。
最初はいつか自分だけの夢を見つけたいと思うこともあったけど、やっぱり私はレスナと一緒にいたい。そしてレスナの夢の手伝いをしたい。これは誰に決められたわけでもない、私自身で出した答え。そう。ん？どうかしたの？バレリア、一つあなたの素性のことで気づいたことがあるの。私の素性？何のこと？あなたは過去の記憶を失っている。そうだったわね。ええ。あれ？でもこの話ってルドミラにしたことあったかしら。でももし失っているのではなく初めからなかったとしたらどうかしら。初めから？どういうこと？ホムンクルスという存在を知っている？錬金術によって作られた人工の生命体のことよ。異邦人たちから聞いた気がするわ。機械人形オートマタの知り合いもいるしね。ホムンクルスは超高度な錬金術。作られた体に作られた魂を流し込む。その見た目、性格、意志は錬金術師の意のままに決められる。だから今のままの状態であなたが誕生したのなら、子供の頃の記憶なんていうのもない。私がホムンクルス？確かに私は子供の頃の記憶がない。親の顔だってわからない。でもだからって。ホムンクルスには他にも人間との差異があるわ。作られた存在だからこそ成し得る人間離れした身体能力、そして超人的な回復力。環境への適応力も高い。普通の人間にとっては過酷な場所でも平然と活動することができる。ホムンクルスは錬金術が生んだ産物だから、あるいは錬金術に適性を示すこともあるかもしれない。いくつか思い当たる節があるんじゃないかしら。それに何？やっぱり感じるわ。私にならわかる。バレリアの中には生命を動かしている核ともいえる道具が埋まっている。その核が無事ならあなたは何度でも立ち上がれる。もちろん適切な治療は必要でしょうけど、あなたの言葉で言うと体内にオートマタの仕組みも一部入ってるといったところね。推察するにあなたは戦闘用に作られたホムンクルス。あなたの好戦的な性格もそう設計されたものでしょう。私が作られた存在。あなたも言っていたように異邦人の中には特殊な生命の者たちもいる。自分だけが違うと気に病む必要はないわ、バレリア。ただ問題は自分がホムンクルスであることそのものじゃないのよね。もしそうなら私のやりたいことって。そう、友達を助けたいというあなたの思いもそうなるように設計されたものに過ぎない。嘘、嘘よ。そんなことって。でもね、バレリア、私ならあなたを定められた道から解き放つことができる。それが私のなすべきことだから。え？私はクリセルだ。
極夜の解放者よ。